リアナギガンテさんお願いいたします。私。はい。喋っても大丈夫？もちろんです。どうもあの何何を喋ったらいいのかしら。今日来ていただいた皆様にご挨拶を一言お願いできますか？どうもこんなね低気圧のなお菓しいただいてありがとうございます。節々 <laughs> 痛いんでしょね。うんありがとうございます。まずなんか。いえ。 ありがとうございますす <laughs> 今日はよろししくお願いいたしますいま,すまず、セトリック監督、実際に水球チームにも所属されていて、その経験が映画を作るきっかけにもなったそうですけれども、本作にはどのような思いが込められているんでしょうか。うん Le Point de Paris, une Uh, J'y suis allé un peu par hasard et, uh, et j'ai découvert beaucoup de bienveillance et, uh, et avec cette, ces gens qui sont devenus aujourd'hui mes meilleurs amis, uh, on fait beaucoup de tournois de water polo à l'étranger uh, et, et c'est ça qui a inspiré le film. Gigante, performance あ結構過酷というのかしら<え>あの私ね本当にね大したことはしていないんですけれどもそんなことないですよあの何こう言っちゃっていいのかしらね水の上でね動いてたの私ね、はい、だもんで結構ね瀕死の状態で <laughs> え撮影をさせていただいたんですけれどもえ結構ね 遠慮してくださったと思うおそらくそうなんですね優しかった優しかった私がもうもう結構きついよって言ったら結構ね早めにお受けくださったそうなんですねそうなのそうなのよあら、ちょっとじゃあ監督さんたちにも聞いてみましょうかあのブリアナさんのパフォーマンスはお二方いかがでしたかだから私たちのパフォーマンスは Euh, et oui, c'était difficile parce que Brianna nous avait envoyé des vidéos en train de faire du pole dance, en train de s'entraîner sur une chorégraphie qu'on avait créée à Paris. Et à cause du Covid, on devait faire des répétitions à distance. Donc, déjà, ça, c'est pas facile. Et, euh, et ensuite, ce qu'on avait. Euh, ce qui était difficile, c'est que le, vous allez voir, c'est le début du film, le pole dance, on l'a installé sur l'eau, et donc ça complique tout parce que il euh, y a le costume, il faut aller sur la plateforme sans mouiller le costume, et puis la barre, forcément, il y a des gouttes d'eau qui viennent, donc ça glisse. Euh, donc oui, on a vraiment euh, augmenté les difficultés euh, pour Brianna, mais bon, c'était c'était comme ça dans le script, et, 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 et on sait bien à quel point c'est difficile de faire du pole dance déjà, donc dans ces conditions encore plus. 私先にちょっと見させていただいたんですけれども美しかったです。当然でございます。ありがとうございます。<laughs> あのさらに衣装もですね、<laughs> 今回ちょっとやっぱり日本を意識した <laughs> 美しい衣装だったんですけれども、本物の置物のね、はい、生地を使ってくださって、あの斉藤宏磨さんという方がコスチュームをね、はい、デザインしてくださったんですけれども、はい、重い。 重かったの非常にね。<laughs> うう本当に過酷なじゃ撮影だったと。そうまあ、でも貴重な体験はい。ビッケ・ブランカさん、これ、オファーを受けたときというのはどのようなお気持ちでしたかすごい嬉しかったですね。驚きもあったし、光栄さもあったし、はい、でどんな曲作るかをリモートでこう話し合ったんですけど、監督2人と。その時に そのいろんな曲をお前は作れるから多様なものを描く映画の主題歌はお前にしか書けないみたいなことを言ってくれたのがすごく今でも印象的で光栄だなと思いますねまあ監督と話しててその何かを変えてこうみたいなそういうマインドをすごく強く感じて2人からでそれを自分にの中に置き換えてみると自分も 個人的にもっといい人間になりたいし一個人が変わるもそうだし社会というものも何か変わってほしいし変わっていくべきだしみたいなものでこうチェンジっていう言葉がこう変わるっていう言葉が出てきてでもそれは僕一人じゃなくて僕だけじゃないみんなが変わったらいいよねっていう思いを込めてチェンジズっていう複数形にしてっていう順をたどって歌詞に関しては本当に。 個人的な思いも込めつつ監督たちの思いも組み取りつつこう組んでいったという感じですかねすごく納得のいく曲ができたなと思いますあの私もねあの映画を見た後にあのにこの曲をね聞いてるのでやっぱりね映画を見た後もう一度こうしっかり目に聞いていただいてあのねまた一味違ってくると思うあの何こう楽しい雰囲気の映画なんですけれどもまあ油断してるとね 結構グッときちゃうことがございますのでいろんな意味だよなんかこう悔しかったりとかね楽しいだけじゃないので油断せずにご覧いただければなと思います東京ゲイゲームズへようこそ歌って踊る水球チームシャイニーシュリンプスこんにちは日本に行くはずが<の>乗り継ぎ失敗 <Yeah! S 1> 果たして彼らは無事 <Yeah! S 1> 日本にたどり着けるのかシャイニーシュリンプス世界に羽ばたけ